生産中止本末は有事と水水と協力会ですね。名古屋市営バスには2008年と2009年と2010年からは納入中止になりました。あの納入中止になった三菱総線のバスですあれから納入中止というか2年経った今です。